はい。こんにちは。あいぺいちゃんでございます。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。えー、この動画では、十、え、一、ー、月度の、2022年11月後、十一月度の、ハイヤーセルフと話せるようになるセミナーの募集、要項動画になります。では、早速、ちょっと画面を共有させていただいて説明していきますね。はい。まあこういうね えー、バナーでやってますけども、ハイヤーセルフと話せるようになるセミナーということで、で本講座の前に、まあ、体験会と説明会がございますんで、そちらの案内になります。じゃあ早速日程をお話しします。11月度は9日水曜日の20時からと、12日土曜日13時からの 2つを予定しています同じことを話しますので、どちらかスケジュールの良い,い方に参加してください。参加費は無料です。で全てオンラインのズームで行いますので、ご自宅で受けることが可能です。でこの動画の概要欄にリンクを貼ってますので、そちらをクリックしてください。そうすると、この詳細ページが現れます。はい、このように現れます。 で、9日からね、始まりますんで、8日までの期間限定募集ですよということで。はい、で、まあ、ずっと見ていって、まあ、この辺はね、えーえー、僕のね、えー、このなんかコメントとかですけども、まあ、ここですね、まず。はい、えー。ハイヤーセルフって何ですかとかね、えー。メンタルブロックって何ですかとかね。えー、ちょっと初めてで意味がわかりませんという方は、えー、こちらの幸せになる方法という動画を必ず見てください。 はい。初心者でもわかりやすく、ハイヤーセルフとメンタルブロックの関係をお話ししています。はい、でこれを見た上でですねえ、あ、なんか面白そうやなと思ったら、え続いてこちらを見てくださいえ。心の豊かさステージ解説ということで、どういうふうにえあなたの心が幸せになっていくのか、豊かさを感じてくるのかっていうのを、まあ一応僕の 考えというか、僕のオリジナルの表をでね、これ5つに分類させていただいてますんで、こういうふうに変わっていくんやなっていうのをね、えー、ご理解いただいた上でご参加いただきたいというものですね。はい、で、えー、このセミナーは体験会無料なんですけれども、対象の方はこちらのステージ4の覚悟が決まっている方になります。はい、このステージ3の中ブラリンであったりとか、ステージ2の依存の方、 来ていただいてもあのお力にはなれませんので必ずご自身でこの動画をご確認いただいてあ私はもう覚悟決まってるなというふうにご自身で、えー、自覚している方はご参加ください、はいえー、セミナリーに参加していただいたらこちらのステージ5の私服に僕が引き上げることができます はい。この辺の方はちょっと引き上げるのは難しいので、えー、まずは一平ちゃんレディオを何回も見ていただいて、えー、覚悟が決まるまで、えー、何回も動画を見ていただくことをお勧めしています。はい。でえー、セミナー詳細ですね。これは先ほど出したものと一緒です。はい。9日と12日と。で、時間はまあ90分から120分ということで、まあ、その時の参加者の、えー、まあ、質問の具合とかね、えー、そういうのに、えー もう左右されますんで、まあ90分から120分とちょっと幅を持たせ、持たせて書かせていただいてます。はい。内容は、えー、ハイアーセルフとは何かと、えー。話せる、ね、話せるようになるセミナー。えー、ハイアーセルフと話せるってどういうことですかっていうね、話をしていきます。はい。潜在意識とハイアーセルフということで、まあメンタルブロックとは切っても切り離せない関係にありますので、えー、その辺を解説していきます。 そして5番目が本講座の説明ということでこちらは有料セミナーのご案内になりますので興味ある方だけ残って聞いてくださいという内容になっています申し込み方法ですけれども先ほどの動画を見ていただいて必ずこの日本を見ていただいて自分はもう覚悟決まっているなというふうに思われた方はこちらの LINE 登録のボタンを押していただきますそうすると 公式ラインが追加されますので、えー、案内に従って、まあ、お名前と、えー、ご希望の日時とかを送ってください、はいで。このボタンを押していただくとですね、えー、このカヌラ一平というこのロゴのラインに登録されます。はい、そちらに、えー、送ってください、メッセージを。はい、普段僕が情報発信している、えー、谷内一平の公式ラインとは別になりますので、はい いつもね、間違えて送ってくださる方がおられるんですけども、こちらのカヌラ一平の方に送ってください。はい、分けてますのでね、情報発信用と申し込み用で分けてますので、必ずこちらに送ってください。はい。はい、ということで、11月度募集開始させていただきましたんで、興味ある方はぜひね、 概要欄から詳細見てみてください。それではご参加お待ちしております。さよなら。